こんにちは。バンコクと沖縄に住んでいる万歳オンエアのチャンネルをご視聴ありがとうございます。月曜日から金曜日まで毎日配信しているこのチャンネル、沖縄那覇の食堂を巡る動画が多くなりましたが、今回も首里の名店あやぬ食堂さんで沖縄特有のお料理ゆし豆腐とヘチマの味噌煮をいただいてみて、その美味しさにますます沖縄料理の魅力を知ることになったおすすめの2品をご覧ください。皆さんこんにちは、万歳オンエアです。今日も沖縄食堂巡り、いつもね、国際通り近辺とかね、向こう側58号線沿いとかね、向こう側が多かったので、今日はねこの首里の方に来てみました。首里のね食堂の名店と言われるとこのあやぬ食堂、今日はあやぬ食堂さんでいただいてみたいと思います。この店はですね、すぐ隣にねこうやってね、この前の車もどうもレンタカーみたいですけど、駐車場があって、駐車場があるんだけど、この道にね、これ路中ですよね多分ね、これ行けませんよね。今は時間はちょうど12時、今日はね9月26日12時です。これからね、このあやぬ食堂さんでお昼ご飯をいただいてみたいと思います。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。営業中、ヘチマがあるって書いてあるね。じゃあ入ります。なんかつおだしの味だね。プルプル。はい、ヘチマの味噌煮です。このヘチマっていうのはね、新しいうちじゃないと美味しくないんだそうです。古くなると繊維質がね硬くなってヘチマのたわしみたいになっちゃうというお話です。あとね、中出しのお味噌汁がいいですよね、ここね。じゃあいただきます。
あ、ごちそうさまでした。油脂豆腐の定食じゃなくて、ただの油脂豆腐、ただの油脂豆腐でもご飯と卵焼き、ちょっとしたねキャベツのサラダが乗っかってて、それでなんかね、なんて言うんだろう、ふわふわのお豆腐、油脂豆腐、これが500円でした。ちょっと安かったです。その油脂豆腐なんですけど、かつおだしでね、まあ、沖縄そばのねかつおだしがちょっと素味でね、食べやすかったです。でもね、その油脂豆腐をおかずにっていうのはちょっと辛いかな。油脂豆腐はスープって感じでしたね。店員さんもねすごくね気持ちのいいお方で、お母さんとおばあちゃんで頑張ってるお店です。まあね、万歳用屋はですね、タイで慣れてるって、まあ別にタイの人のこと悪く言うつもりは全然ないんですけど、店員さんのサービスとかね、その愛想がいいとか悪いとか、そういったことはね、万歳大家の中の、まあ、評価って大げさですけど、また来ようかなーっていうのはね、そういうふうなお店の判断基準には全くなりません。まあ、よくね日本の方のコメント見ると、そこら辺が結構大切みたいでね、職人かたぎの方もたくさんいらっしゃると思うんですね。黙っててね、美味しいものをねじーっと作るっていうね、それで十分だと思うんですよ。だからまたここ止めちゃっていいのかなって感じですけどね、遠い昔のねカンナナの土佐っ子ラーメンみたいなもんでね、そのうちパトーカーが巡回に来て、はいどけどけどけみたいなね、何の話したんでしたっけ。あ、そうそうそう、コメントコメント、コメントはね、まあ、お店があんまり汚いっていうのもね、まあ、これもタイで慣れちゃってますけどね、やっぱりねマスク取りました。こっちの方がはっきり言えるね、もごもごしてなくて、店員さんのね過度のサービスは必要ないと思います。なんかねガールズバーとかね、そっち系のねなんか接待ありとかね、そういうところなら必要かもしれないですけどね、まあ、お客さんの商売だと言ってもね、まあ、お客さんは神様だって言ってもね、まあなんとかラーメン、なんとかラーメン、なんとかみたいに喧嘩越しのね店員さんもいるって、それはもうまたね問題外ですけどね、万死に値すると思いますけどね、あんまりね店員さんのことはねああやこや言うのはね万歳親はあまり好きではありません。ということで、この首里のあやぐ食堂、これからまだまだ何々食堂、那覇のね、那覇というはず沖縄のね何々食堂を巡りはこれからも始まります。まあ那覇のねヤバラートみたいなもんですね、バンコクの中華街ね、まあ、50店舗以上行けるかどうかね、バンコクみたいに中華街みたいにね、それは分かりませんが、こうやって美味しくねいただければまたね違う食堂も行ってみようかななんて思うわけでございます。というわけで、あやぐ食堂さんでございました。お持ち帰り弁当も OK。 それではにゃんごちゃんコーナーです。バイバイ。9月10日のにゃんごちゃんです。はい、来てくれちゃったのね、にゃんごちゃん。はい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 、元気、お元気、お元気。